川崎フロンターレ VS 横浜 F マリノス立花田健闘をめぐる90分間の公募開幕戦レビュー どうも、ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。えー、2023J リーグも無事開幕いたしましたということで、まあ、見る若でも、まあ、同時視聴をね、えー、やらせていただいて、あとは土曜日の朝にレビュー上がるんですけども、ちょっと佐藤の見た視点っていうところでもうちょっと、まあ、朝に上がるパターン、ちょっと別のパターンもう一個ちょっと作っておこうかなっていうところで、えー、今回ちょっとやらせていただきました。えー、この試合結果的にはマリノスの2対1で勝ったという試合で、まあね、フロンターレードサポート、もしかしたら J リーグ全体のサポート ポーターの皆さんからしてもまあ驚き以外、まあ、レッドカードなんかも出ましたからね、えー、そういうのが叫ばれていたんじゃないかと思われます実は、えー、この試合をまあ、同時視聴されていた方であればね、もう一回まあ、2回目見る時に、またはこれから見られるよっていう方に向けてはあのこの視点を見て持っていただけるとめちゃくちゃ分かりやすいんじゃないかというところで、えー、今日の動画を作らせていただいておりますそれが、えー、こちらですね、立花な剣と巡る90分間の 公え時間と空間の制圧劇という形になっております、まあ。ドラマ仕立てで言うんであれば、まあこれが一番ちょっと見やすいポイントなんじゃないかと思いますので、えー、マリノスと川崎が一体この試合で何を狙っていたのかという、うまあ狙ってたのは結局立花田くんなんですけど、えー、じゃあなんで彼がそれこそキーマになったのか、えー、それも踏まえた上で、これから色々お話、図解しながら見ていきたいなと思います。どうぞ皆さん今日もよろしくお願いいたします。ってことでさっき章は、じゃあ勝ったマリノスの方から、 かなえー、見ていこうかなと思いますマリノスのじゃあ何を見るかというとこんなところから見ていただきましょう。えー、マリノスの保持、えー、川崎の非保持という展開のところから見ていただきましょう。えー、この試合を、えー、両者のこう流れみたいなので言うんであれば前半5分までがマリノスです。マリノス その後、もうちょっとマリノスの時間は続くんですが、両者の攻防、1点取った後、えー、マリノスが1点取った後はちょっと両者ともの時間があるんですけど、だいたい15分ちょっと前のぐらいのところから35、6分ぐらいのところまでがフロンターレ。ただ、フロンターレの時間帯だったのにマリノスが点取っちゃって、だけどフロンターレの時間もその後もまあ続きながらで前半が終わる。えー、その後後半に入ってからは、正直、レッドカードのシーンもあるんだけど、ずっとフロンターレのペースでした。 だから、あくまで流れとか、いわゆるゴールの期待値 XG とかで言うんであれば、正直フロンターレが、ほぼデータ的に言うと勝ちみたいなところになっていたという、ちょっと複雑めの高い試合でもありました。なので、まずお互いの,その狙いというところから見ていこうじゃないかと思います。なので、そのマリノスの最初がマリノスの時間帯だったというのもあるので、まずはマリノスの保持から見ていこうと思います。 実は、えー、これまでもマリノスってね、えー、やっぱりボールを回すチーム、ポゼッション型のチームと思われていると思いますけれども、あの、今シーズンの開幕の開幕、いわゆるゼロックスじゃないですね、富、え、士、ー、フイルムスーパーカップの方では、えー、甲府相手によるロー、 プレスと呼ばれる。プレスの中でも、あの前線からガンガン行くよとか、もしくは中盤に取りどころを見つけるよってう形じゃなくて、できる限りこう自陣で引き込んでボールを奪うところを作っておくっていう、そのロープレスっていうところを、えー、一つ戦術の型にしていたところがありました、えー。で、それで来るのかな、やっぱり保持なのかなと思われたんだけれども、結果的に言うとこのマリノスはハイプレスだったっていうのがオチとしてはあります。ただ、やっぱプレス、あのマリノスもフロンターレも去年と、去年までのメンバーがかなり中心になっている。 えー、両チームだというところがあって、もうあの今までやってきたことはある程度できるから、次何かやろうというところをこのキャンプで仕込んできたのかなというところ。だフロントあれだったら、もういろんなところで叫ばれてますけど、それが、ね、いろんな可変のスタイルになってたと思うし、マリノスに関してはそれがプレスだったとっいうところがなんとなく分かってまいりました。だけど、そのプレスを今やってたからなのか、まあ、ちょっと序盤実は流れは持ってたんだけど、不安視するところはありまして、何かっていうと、あの僕はこう呼んでるんですけど、あのこのダブルボランチの渡 田辺コート木田拓也という2人がですね2人とも落ちるってベースがあったんですねやっぱこのビルドアップの時っていうのはセンターバックがこうやって、はい、広がる畑中選手、綱田選手がこうやって両サイドの方に広がるんであればボランチの1枚が降りるとかもしくはサイドの選手がねちょっと落ちたり中に入ったりもしくはサイドの選手がそのセンターバック並み開いてセンターバックの1枚が上がるっていうのでもいいんですけど まあ、いずれのパターンもあるんですが、ちょっとボランチが落ちるよってなった時に、なんとダブルダウンしてしまうっていうのも一回ありました。で、ダブルダウンしてまずいよねっていう風になったのか、次の時には今度二人とも戻らず、あの、サイドバックだとかね、いろんなサポートもあって、一応区間ね、ギリギリその川崎の胸地区も、ちゃんと仕掛けてくれるプレスに対して、どうにかこうにか、まあ、逃げ切ったってところはあったなっていうのはあったんですけど、まあちょっとびっくりしたところではありましたよね、と。 川崎は結局そのプレスってすごく実はマリノスでうまくいっててデータとしてはかなり残ってるところがあってでただプレスよりも分かりやすいものがたくさんあるんですけどまあ見るわかん朝の動画でも話してるんですが実は山根選手がインターセプト6回タックル5回などなどこのディフェンスの成功数がめちゃくちゃすごくあとは佐々木浅史選手に関して言えばデュエル空中戦7分,あ3分の3地上戦7分の7などまあかなり勝ってるってところがあって実はマリノス その序盤のそのハイプレスに関しては数値高かったんですけど、他のディフェンスの数値だと攻めてたはずのフロンターレの方が高かったなんてこともありました。まあ、ちょっと意外なところでもあったのかと思います。えー、対する逆に今度フロンターレ保持そしてマリナスの非保持の方を見ていきいただきましょう。まあ、これが正直聞きましたよね。 えーまあ、これも分かりやすいところだったと思いますし、これをまあ狙ってたって言い方になると思うんですけど、やっぱりフロンターレも同じように、例えば車やジェジエウと、えー、いわゆるセンターバックがビルドアップの時にこに広がりますよとなったら、えー、例えばですが、まあ、ロペス選手、そして西村選手が2人こうやってね、えー、そのホルダーというか、センターバックの,その両脇のところについていくということがありました。で大体同じようにマリノスと同じような形ですから、その時にはもう川崎は橘田君、アンカーが降りてきて、えー、4枚に対する 2枚またエウベルさんがもう1人も来ましたよってなったとしても4対2っていうところでビルドアップで本来だったら勝てるってところがありましたただ、この試合とちょっと尋常じゃなかったのが西村拓真選手。 結局、90分間フルマッチで出場して、走行距離も13.7キロと出ていたんですが、この西村選手が、もう本当、フェイスガードと呼ばれるぐらい、もう立花選手を徹底マーク。で、ただ、立花選手の徹底マークなんだけど、結局、前の方にも行かなきゃいけないっていう風になって、じゃあ、前の方行くっていう風になると、その下のところで、木田選手、または渡辺幸太選手が、この立花選手にこうついていく。要は もう渡辺康太、木田拓哉、西村拓真のこの3人がずっとこう立花田選手を追っかけてるって形だったんですよね。 で、そんなシーンの中で、まあ、まさにそのマリノスの先制シーンですけど、立花田くんがちょっとなかなか戻れないっていう風になって、それに渡辺光太選手がま、つ、ついていってるっていう状況でしたけど、そんな流れの中で、こう、後ろからボール戻ってきたボールを得たチョンソン・リョン選手が、ま、右の方に出す。立花田選手がこう、戻ってきてはいるんだけど、脇坂選手もちょっと戻ってきてるってところがあるので、山根くんにボールを渡すことができたら、ここのね、立花田脇坂ってところで、渡辺光太選手が一人来たとしても、まあ、いわゆるエルベート渡辺光太の2枚に対して、 えこの局所で3枚だってなるからフロンターレ側としてはいけるぞっていうところを持ってジョンソン・リョン選手からのパスに予定だったんですがやや低めに出てしまいエウベさんにかっさらわれてしまっても,うもちろんねこれはロペスさんのこのプレスが効いてたのはもちろんなんですけどで西村拓真に入ってあとはもうドンって決められてしまったって流れがありました。 なんで、これはもうマリノスとしては一つ戦略戦術というか、幸福戦まではそうだったけど、川崎戦だったらこれが一番有用な手立てだろうというところで、ハイプレスに切り替えたってという作戦がまあ大成功を結んだというのは間違いなかったんじゃないのかなと、これ、佐藤的には思っているところでございます。じゃあ、なんでマリノスはそのハイプレスにしてよかったのか、そしてまあこれが結局答えになるんですけど、橘田健人をめぐる90分間の攻防って何だったのかと言われたら、いわゆるその後のところで、 ななんとなく分かるものが出てままいりました、えー、フロンターレ、実はこの日すごい良かったというか、すごく僕は綺麗な感じだなというのを感じました。というのもこうですよね、えー、フロンターレがもし4バックでボール回すという風になると、まあ、単純にこれ見ていただければ、この塔の。 脇坂、まあ、山根、えー、ジェジエウ車屋佐々木アサヒっていうこの6人が、えー、頂点とか中心にいる立花田選手というところで、まあ、要は六角形みたいなものを作っている状態なんですよねで。それで見てみるとキーパーのチョン・ソンリョン選手も含めていけばこのチョン・ソンリョン、ジェジエウ、クルマヤ、田っていうところで菱形ができていて右側には脇坂、山根、ジェジエウ、立花田、ナダ左側だったら立花田、クルマヤ、佐々木、等、え、のー、または上のところで立花田、脇坂、等の宮宮代ていう いくつものこのひし形を作ることができていました。で、その中にも、もうざっくり二人ずつぐらいのもんですよね。まあ、ローペースだ まあ西村だったりあとは片方ずつサイドバック上がってきたのはありましたけど例えば、まあ、水沼、まあ、西村みたいなのもあったかなあとは左の方でいっても例えば AUBA プラス長門とかこの四角形の中に押し込めてもビルドアップでもみんなで前を目指していこうぜっていうのが、えー、すごくあってなんでその途中心にいたのが立花田選手だったからこそ西村選手がどれだけこの立花田選手へのパスコースを封じ続けられるかもしくは西村選手が違うところに行かなきゃいけないであればやっぱりは 渡辺太、木田拓也っていうこの2人がずっとこの橘田君を見続けることができるのかどうか逆に立田選手からしたら、えー、じゃあ西村、えー、木田渡辺といるけれども彼らのそのプレスだったりだとか監視だったりだとかを、えー、どうやってかでかいくぐるまたは助っ人を呼んできて、えー、その彼も含めてどうにか抜けさることができたら前線にボールを運べるよね ってていいいうところが続いていたんですねなので、立花田健斗選手っいうところが1つ軸になった上で、彼からボールを奪えれば自分たちのものだよっいうところからの、まあ、このスペース像でね、この立花田選手の,このセンターサークル付近にあるボールを、空間をどっちがゲットすれば、え自分たちの勝利に近づけるかってのが、もう本当、この試合の一番のテーマだったように思います。 だから途中から川崎、良くなってきたのは、立花田選手がこう西村君にこう徹底マークを浴びていて、もうほぼ2人ともなかなか難しい状態になっているっていうんであれば、ある意味ではこの2人をこう覗いて考えるとなると、山根選手がこう中に入ってきて、h ェジ選手がちょっと出張り出してっていうところで、西村、立花田のところ、はまあダブルボランチが立花田、山根のところになってはいるんだけども、片方が西村選手が潰しているので。 1>, 1対1である意味では、ね、2人とも場外という形になるから、山根君が入り込んできて、右にも行ったり、左にも行ったり、ボランチに行ったり、インサイドハーフ行ったり、なんならこのウィングの左の方まで行く、サイドバックの方まで行く、センターバックの左も還元するというところで、あらゆることやったり、プラス、家中選手が落ちてくることは、宮城選手が途中まで落ちてくることもあったりってので、ビルドアップからの改善点はもうマリ、マリノスに対するこの改善点は、フロンタルもいくつでも持ってきたというところがあったんです。ただ、それでも、 ま、結果的に言うと、終盤の一点が入らなかったっていうところで、それはもうディフェンスマリノスのディフェンスが良かったっていうところはあったのかなとは。 思いましたただ、まあ、よく見てみると、まあ、この日はねこの家中選手や山根選手がこうあまり上がるってことなくその可変担当になっていたから根気の種なんてフィニッシャー役の宮代選手とあとは運ぶ係の東野選手とあとは、ね、マルシーの選手しかいなかったしかも東野マルシーにはどっちかというと左サイドにこうねやっぱり密集してるっていうところがあったので相手からしたらえ自分たちの右マリノスとしては自分たちの右サイドさえ割られなければどうにかなるだろう。家中さんが後ろに落ちていいるケースも高いから 長人くんはギリギリね、えー、自分が上が,ら上がってないっていう状態であれば、えー、最後のこのディフェンダーとしても、自分はいけるぞってアピールもできましたからね、えー、そういうところで、周りの,そのディフェンス陣形がちょっと1枚、えー、多く残れていたっていうところも、良かった点だったりするのかな、勝利に繋がった点だったりするのかななんてことは感じましたと。 最後まあ後半の方だけはちらっといっていけばですけど、まあ、そんなハイプレス型のマリノスとボールを回していきたいビルドアップしかも山根選手が偽サイドバックやることによって立花田ゾーン立花田エリアも復活してという状態になりましたそれで後半、迎えたのは良かったんですが、まあ、ちょっと問題になったのはやっぱり60分ぐらいですかね、えー、車屋選手のおけがなんていうのがありまして ちょっとその辺りから周りのさプレスが少なくなっていったりだとかあとはちょっとフロンタルとしてもどうするなんてところがちょっと出てきていたってところがあったのかと思います。まあ、最後の最後で考えるとね、まあ、みんないろいろ入ってきてですけど、まあ、川崎だったら、えー、その車屋選手に代えて、まあ、大南選手が入ってきたりあとは、ね、後半始まる段階で家永選手から、えー、瀬川選手に変わっていたり、まあ、他3人。 えー、脇坂選手、遠野選手、宮代選手に代えて、まあ、山田選手、清水選手、大島選手、えー。対するマリノスの方で言うんであれば、まあ、前線メンバーですよね、が結構変わった状態になっていて、えー、結果的に西村選手が最前線に踊り出て、まあ、井上マルコス・中による、えー、ヤン・マテウス、ボランチのところ、木田選手に代えて、藤田選手で、右サイドバックの怪我を、ねえー、していた松原選手を下げて、エ、えー、ドワルド選手がセンターに入り、角田選手が右に行くなんていうことがありました。えー、これに によってもまあいろんなことが出されていて、まあ、後半はね、えー、川崎がもうほとんどシュートを打ってて、マリノスはその、ねえー、ジェジエウ退場のところで、直接振りきく1本をまあソン・ソンリョン選手がまあセーブというかブロックしたというところがシーンありましたけど、それ1本に終わってしまったのもありました。 じゃあ、これはなんでどうにどうしてこういうことが起こったのかって言われたら、もうあマリノスとしても2点持ってたからってところもそうだし、ディフェンスのところで強度がだんだん強くなっていったのもありましたよね、結果的に1点取られるのはあったものの、やっぱりマルシーの選手からこうガンガンいくんだろうな、フロンターレはってところの構図は変わらなくて、そこにセンターバックの角田選手がやっぱり頑張ったのもあったし、あとはもうアイソレーション状態で、瀬川選手がもう,もうね右サイドでこうポツンとおいるっいところはあったんですけど、同じ ようにこのフリーマン状態の長戸選手がそんなに突かず離れるつのいい位置を取り続けていたというところがあって、瀬川選手からのクロスとかも、まあ、ありはしたんだけれども、まあ、効果的になるものがちょっと少なくという形で終わってしまったのはあったかなというのがありました。まあ、いずれにせよ、まあ、結局1点取った花田選手というところなんですけど、まあ、やっぱり冒頭にちょっと戻りますが。 結果的にもうプレスをやっている時間というのは、いわゆる立花田選手をまあ無効化するじゃないけど、それがまあできていました、ただその代わり、あの番号1で勝たなきゃいけないところに関しては、初期、山根選手とか、えー、佐々木旭選手というのが、マリノスのサイドよりも上回っていたようなデータはたくさん残,す残っていた、えー、状態でした、ただ真ん中のところよ、よりあの日、あいつだけはもうどうにも動かせてはなるまいぞというところで踏み合った立花田エリアの攻略というところは成功していたのかな、マリノスというのがありました。ただ それで2 0でリードしてからは、もう立花田選手もインサイドハーフだったりアンカーだったり、もう重要無事に動き続けられたってところがあったので、なかなかマリりスとしても打つ手がない、ただ自分たちがもうハイプレスをやめてミドルプレス、またはミドルブロック、ロープレスっていう風に変えたところがあったので、そんなリスキーではなくなったから、まあ良かったかななんていうところもあったのかとは思います。結局、立花田選手にボールをね、奪われてしまったら、点取られるって流れにはなってしまったのはあったと思うので、うまくやれ いいていたのかマリノスそしてフロンターレ今後どうするなんてところもありと思いますけども、まあ、他のね答えの部分はまた午前中6時半ぐらいに出るであろうミルアカの動画等々見ていただければと思っております、えー、そんな感じで、まあ、土曜日日曜日もしありますからこれもできる限りレビューできるようにやっていこうと思いますので、ね、皆さんどうぞ、えー、お付き合いのほどよろしくお願いいたします長々と聞いていただいてありがとうございました今後どうなる J リーグまた注目していきましょうじゃあね